マラーアップニサウルスは、ジュラ紀後期の北アメリカのモリソン層から知られる、流脚類恐竜の属の一つ。しばしば世界最大の恐竜標本の一つに、数えられる単一のドシーのみで知られ、もともとはアンフィコエリアスに含められ、アンフィコエリアスフラギリムスと呼ばれていた。マラーアップニサウルスのボディサイズの最大推定値は、全長60メートル、体重150トンで、 基地の中で最も重く最も長い陸生動物であったとされている。しかし1870年代に調査、記載された後、化石だけがどこかの時点で失われてしまったため、証拠は図面やフィールドノートにしか残っていない。最近の研究では、この動物の可能性についていくつかの示唆がなされている。現存する証拠と、このような大型陸生動物の生物学的な 妥当性を分析した結果、この動物の巨大なサイズは、1878年の元気祭におけるご自達児が原因の一部で過大評価されていることが示唆されている。ケネスカー・ペンターは、最近の論文で、本種はディプロドクス類ではなく、レッパキサウルス類であるとしている。そのため、サイズ推定のベースとして、ディプロドクスではなく、レッパ バキサウルス類のリマイサウルスを用いた。この結果、全長31メートル以下という、より小さい動物になり、腹記載に誤色があったという説を否定した。マラープニサウルスフラギリムスの図。1884年マラープニサウルスのホロタイプに、して、唯一の標本は古生物学者、エドワード・ドリンカー・コープに雇われた化石ハンター。 オラメル・ウィリアム・ルーカスによって1884年に発見された。その部分的な神経棘と神経弓を含む椎骨はコロラド州キャノンシティの北ガーデンパークにあるカマラソウルスの最初のタイプロカリティの近くで発見され、新種の竜脚類とされた。椎骨の保存状態は悪いが驚くほど大きかった。 保存されていた部分の高さはおそらく1.5メートルで、元の高さは2.7メートルほどだった可能性がある。ルーカスは1878年の春にこの標本をフィラデルフィアのコープの自宅へ送った。そしてコープは8月にこれをホロタイプとしてアンフィコエリアス族の新種アンフィコエリアスフラギリムスを記載した。この椎骨に加え、 コープの1879年のフィールドノートには、ホロタイプから数十メートル離れた場所で見つかった、大腿骨の演技端の記録がある。マラープニサウルスの名は南ユト族の言葉で、巨大なという意味のマラープニという単語に由来する。種小名フレジラマスは、神経弓が非常に薄い構造であったことから、とても壊れやすいを意味する。1902年、オリバー・ペリー兵は、 この首相名をラテン語のフラギリッシムスに訂正した。しかしこの変更は国際動物命名規約上で受け入れられていない。1879年のコープのの鳥にあるように、この標本はカマラソウルスの採石場の南側の丘で発掘されたもので、現在はコープズニップルとして知られているが、単にニップルや竜類の丘とも呼ばれる。エドワードコープは、 マラアプニサウルスフラゲリムスが失われる前に研究を行った唯一の人物である巨大な衰退は最大恐竜の総論ではしばしば無視されてきた。その理由の一つはその後の報告によると衰退と大腿骨の両方の現在どこにあるかがわからずそれらを再発見するための全ての試みが失敗しているからである。カーペンターは この標本が消失した経緯について可能性のあるシナリオを提示した。コープが元気最中で述べているように、神経由は非常に壊れやすく、化石を硬化させて保存する技術はまだ発明されて、いなかったは化石の大きさに注意を払わなかったこと、そして彼の測定値の誤植がその信頼性を損なっていることに注目している。 保存されていた標本の実際の高さは 138cm に過ぎないことが示唆された。彼らは、コープの報告書の疑いのない解釈に基づいて、超巨大なマラープニサウルスフラギリムスは、非常に実在性の低い生物であると結論付けた。ディプロドクス類として復元されたマラープニサウルスの彫刻、レッパキサウルス類として復元された。 マラープニサウルス骨格図カーペンターは再び標本の図面を研究した結果、それがレッパキサウルス類の椎骨に酷似していることを発見した。それまではディプロドクス化の種としてアンフィコエリアスアルトゥスの姉妹群に属していた。カーペンターはこの種を再調査した結果、この種をアンフィコエリアス属と呼ぶことはできず、新しい属名マラープニサウルスを与えた。 どうやらカーペンターはディビアントとというサイトに投稿された古生物学の愛好家たちの作品に触発されたようで論文の写辞にそのサイト名がクレジットされている。失われた標本に基づいて俗名をつけることは珍しいがアイクスンでは明示的に認められておりノプスカスポンディルスという俗名も同様の方法で命名されていたことを指摘している。 マラープニサウルスのサイズ推定は、標本がなく、その化石の詳細かつ正確な記録が存在しないため、注意が必要である。すべてのサイズの推定値は、コープの現記載に基づいており、そのサイズは、非常に曖昧なものである。原記載には、致命的な誤字脱字が含まれている、可能性も示唆されており、この説は論争の的となっている。 マラープニサウルスの完全なサイズを推定するには、よりよく知られた近縁種の骨を相対的な比率が似ているという過程の上でスケーリングする必要がある。ハラキサイでは、コープは仮説的なマラープニサウルスの大腿骨のサイズを推測しながら、これを行った。コープは、他の竜脚類、特にアンフィコエリアスアルトゥスとカマラサウルススプレムスでは、大腿骨の高さは常に、 最も高いドーシーの2倍であったと述べている。ドーシーの大きさを調べ、マラープニサウルスの大腿骨の大きさ3.6メートルと推定した。ディプロドクス科に属するディプロドクスはいくつかの研究で、マラープニサウルスのサイズ推定のモデルとして利用されてきた。1994年、禁煙と考えられていたディプロドクスを参考にして、グレゴリー・ポールは、 アンフィコエリアスフラギリムスのドシーの高さを3.1から4メートルと推定した。2006年のカーペンターによる再評価では、スケールガイドとして、ディプロドクスを用い、アンフィコエリアスフラギリムスの大腿骨の高さを4.3から4.6メートルと推定している。続いて、マラープニサウルスフラギリムスの全長を推定したが、ディプロドクス類の相対的な比率は種によって異なる。 ことに注意を促した。カー・ペンターは、よく知られているディプロドクスと同じ比率であると仮定して、全長58メートルの推定体長を提示したが、これは1994年に、ポールが提示した、範囲40から60メートルに収まっていると、指摘している。カー・ペンターは、アンフィコエリアス・フラギリムスの全長の推定値は、最低でも他の巨大流脚類。 例えばディプロドクス類のスーパーサウルス、ブラキオサウルス類のサウロポセイドン、ティタノサウルス類のアルゼンティノサウルスよりも大きいことを指摘している。シーカーペンターはマラープニサウルスについて、形長16.75メートル、体長9.25メートル、お腹32メートルを含む、より推測的で具体的な比率を発表した。この時もディプロドクスの比率をもとにしている。 前肢の高さを5.75メートル、後肢の高さを7.5メートル、全高を9.25メートルと推定している。それに比べて白長スクジラの全長は29.9メートルである。リマイサウルスは2018年のカーペンターの研究で、レッパキサウルス類として復元されたマラープニサウルスのサイズ推定のモデルとして使用された。カーペンターは2018年にこの高さを ディプロドクス類ではなく、レッパキサウルス類として、再分類したとき、新たに大きく異なるサイズ推定を行った。その分類スキームでは、系統的にディプロドクスから遠く離れているため、リマイサウルスに基づいて推定が行われた。リマイサウルスをそのまま拡大することでマラアプニサウルスの全長を30.3メートルと推定し、さらに腰の高さを7.95メートルとした。 しかし2006年の研究では、竜脚類の首の長さは、胴体の長さの1.35乗に比例すると、計算されていることが指摘されている。このことを念頭において、カーペンターは、マラープニサウルスの全長を少し長い32メートルと推定した。小さい方の推定では、首の長さは約6メートルであったが、大きい方の推定では7.6メートルとされた。 全体的に、下方修正された全長は、以前の推定値の約半分であったが、それでも、以前、スーパーサウルスビビアナエアディプロドクスハロルムのような他の最大級のディプロドクス類と比較して遜色ない。また、リマイサウルスに基づいて、完全な大腿骨の高さはおよそ2.9メートルと、推定され、コープ、カーペンター、その他の後続の研究者による、 古い推定値よりもかなり小さくなっている。最後に、講子のつま先の長さを1.36メートルと推定し、その結果、オーストラリアのブルームサガン層で巨大な足跡を作った竜脚類と同じような大きさの足だったことが示唆された。ティタノサウルス類アルゼンティノサウルスフインクレンシスの復元骨格。しばしばサイズ推定可能な要素が十分知られている。 恐竜の中で最大のものとされる。マラープニサウルスは、竜脚類の中では、比較的細長い体格をしていたが、絶対的には、非常に巨大な動物だった。竜脚類において、重量を推定するのは、長さよりも、はるかに難しい。カーペンターは、ポールのディプロドクスカルネギーの体重の推定値11.5トンを用いて、 マラープニサウルスフラギリムスは122.4トンもの重さがあったのではないかと推測している。シロナガスクジラの最重量記録は173トンであり、もしサイズの推定値が妥当なものであれば、重さが80から100トンと推定されている、ブルハトカイオサウルスよりはまだ軽い可能性があるが、この流脚類も非常に断片的な骨だけで知られている。2019年、 ポールは、マラープニサウルスの全長を35から40メートル、体重を80から120トン、大体骨長を3から3.5メートル、またはそれ以上とし、カーペンターの推定値を上回るものを提示した。1921年、オズボンとムックは、アンフィコエリアス・フラギリムスをディプロドクス化に含めた。これは21世紀まで一般的に受け入れられていた。二千十八年、 カーペンターは、定性解剖学的比較からマラープニサウルスが、レッパキサウルス類の基盤的メンバーであると結論づけた。基盤の位置は、ヒストリアサウルスと共通の特徴である、カツイキュー突起の存在によって示される。ヒストリアサウルスよりもマラープニサウルスの方が、より派生している可能性があることは、広範な眼気化及び背の高い神経弓器部の存在から明らかである。 もし、マラープニサウルスが、レッパキサウルス類に属するのであれば、基地の中で最古かつ、ジュラ系で発見されている、唯一のメンバーということになる。以前の最古のメンバーは、ゼノポセイエドンだった。マラープニサウルスは北、アメリカで報告されている、レッパキサウルス類としても唯一のものである。カーペンターは、レッパキサウルス類は、北米大陸が起源で、後に、 ヨーロッパに広がりで、そこから南米に侵入したのではないかと結論付けた。通常の解釈では、レッパキサウルスの起源は南米であるとされている。カーペンターは2006年の再評価で、マラープニサウルスを含む巨大竜脚類の個性物科学を検討し、なぜこのグループがこのような巨大なサイズになったのかという問題に取り組んだ。カーペンターは、三上気候機には、 非常に大きなサイズの種が出現していたことから巨大化の原因となった進化の圧力はこのグループの初期の起源から存在していたと結論づけた。カー・ペンターはゾウやサイなどの巨大な植物食哺乳類の研究をいくつか引用し植物食動物の体格が大きいほど食物の消化効率が高いことを示した。体が大きい動物ほど消化期間が長いため 食物が消化中にかなり長い時間保持され、大型動物は栄養価の低い食物でも生きることができる。これは腸に沿って多数の発酵質を持つ動物において特によく当てはまり、微生物が植物性の栄養を蓄積して発酵させ、消化を助ける。ありがとうございます。